はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。今日3月12日、午後3時半ぐらいから亀戸駅で街頭活動をいたします。江東区支部長藤川と一緒の活動ですね。よかったら見物にいらしてください。3月20日日曜日、14時から16時の間、池袋西口で救う会全国協議会署名活動をいたします。お手伝いくださる方大募集であります。まあ、ボード持って署名、書いてもらったり、旗持ってもらったり、まあ、署名よろしくお願いしますって呼びかけてもらったりですね。3月27日日曜日、東池袋中央公園というところに1時半に集合してもらって、NHK スクランブルデモをやります。よかったらご参加ください。東池袋中央公園っていうのはサンシャイン60の敷地にあってですね、旧巣鴨プリズン跡地であります。石碑も立っております。よろしくご参集ください。 NHK 報道、昨日の話なんですけれども、困窮留学生に10万円支給ってありましたけど、正確にはですね、困窮留学生にも10万円支給と、いう模様だったそうであります。日本人学生もですね、困ってるって申請すれば10万円もらえるそうで、つまり学生ならもらえるっていう、高校生はどうなんだ、中学生はどうなんだっていう疑問ありますけれども、 NHK ね、後から記事を書き換えて知らんぷりしていた。留学生もに書き換えて、留学生に10万円を留学生も10万円にこっそりと書き換えて知らんぷりしていた確信犯であります。なんでこんなことやるのかは謎なんですけれども、このプラカードの実績がまた一つ増えましたな。嘘つき NHK、確かに NHK は嘘つきであるっていう実績が増えたな。 NHK の捏造はそれとしてですね、困窮留学生もでもにでもどうでもいいよ、困窮留学生って言葉自体がおかしいっつうの、存在自体がおかしいっていう、そういう本質は変わりませんね。バイト前提の留学生っておかしいだろ、勉強しに来てんじゃねえのか、これは昨日言ったことと同じですけれども、バイトしないと困るようなやつが留学してんじゃねえよ。日本人どうですか、例えば欧米の大学に行くんだで留学すんだ、大体お金持ちの家ですよね。向こう行ってバイトしないと困る、生活できないなんて人はそもそも留学しねえしね。留学生という名の労働者と知りつつ10万円やったりなんかして保護してんのが日本政府ですね。まあ正確には文科省なんですけれども、日本人の仕事を奪ってね、労働力とするならば、仕事を奪って賃金を下げてるし、治安も悪化するし、百害一利ですよ。これね、文科省の目的はただ一つ、自分の天下り先のゴミ学校を存続させるため、外国人でも何でもいいから生徒入れさせて、で、その生徒にガンガン金突っ込んで、学校を維持させて、ゴミ学校を増やして、いうことなんですけど、自分の天下りの、ためにね。まあまあ、前川喜平貧困調査員でしたっけ？あんなやつがトップやってたような、どこですから、文科省ってね。そういえばですね、前川喜平が事務次官辞任させられた理由も天下り斡旋だったわな。もう何の仕事よりも一生懸命天下り先の確保を一生懸命やってんのが文科省は、こういう理不尽をですね自ら作り出して、困窮留学生なんていうですね清楚系ギャルみたいなおかしな言葉生み出してですね、それに税金突っ込んで、そういうね、理不尽に苦しむ、憤るのは、お前らの孫や、その下の子孫も一緒だからな。
こういう理不尽残したままで自分は美味しい思いしていなくなるかもしんねえけど、お前らの孫やその下が苦しむんだぞ、子供だの、東大出てても先側に見えない地頭が悪いバカ揃いであるな、思いますけどね。マイク・アキヘイも同様にね、北朝鮮が2月27日と3月5日に、撃ったですね、今年何回目かわかんない、忘れちった、7回か8回か9回撃ってるね。ミサイルは弾道ミサイルと判明。まあ本当はすぐに分かってたんだろうけれども、発表は昨日でありました。それを受け岸田昆虫総理、断じて容認できない、外交面や制裁の観点も含め検討するってくっちゃべっておりました。ネットの反応です。検討だけで何もしない、いつもの手口。検討だけで終わるんじゃない、言うだけじゃ止まらんぞ。本土に落ちるまで検討する気か、言葉だけで国民を疲弊させる熟練の技。そうですね、岸田昆虫総理の検討するって聞いただけで精神的に疲れますよね、もうすでに。報復攻撃の法整備しろよと、外交面や制裁の観点、ここでまずぼやっとさせといてからの検討するですもんね。断じて容認できないって一斉いいこと言ったんだったらば、後に続くのは制裁するだろうが、岸田のですね、検討するを聞くとですね、へなへなしちゃいますわ、私だけでしょうか、精神的に消耗しますよね。どうせ何にもやんねえだっぺ、いつもの検討だわ。検討した結果はですね、こうするああするって聞いたことないんですけど、私留学生に金やんのとかは検討もせず即決するくせにね、なぜなんだ、即断即決、そんなことばっかり。今日もですね、12日の今日もですね、食品高騰の対策を聞かれてですね、想像以上にいろいろな部分に影響が及んでいる、機動的に対応するかなんかつってごまかしてるし、実際に具体的に何をやりますっては一切言わねえ、何もしないことをいろんな言葉で表現するおじさん、5、6にですね、機動的に対応するっちゅうのが追加されました。機動的に対応って言った場合は何にもしねえっていう意味でありますね。学習しましょうね、皆さんもね。日朝間、日本と北朝鮮は輸出入もないし、それやると罰せられるし入国も制限されているので、まあ有田芳生参議院議員なんかはどういうわけか好きな時に北朝鮮に行けるみたいですけど、実はできる制裁があんまし残っていない、残るはソ連の解体ぐらいですけど、とっととやらんかい、なんでしねえの。8年間の安倍政権でもやらんかったからな、ソ連の解体はな。安倍政権では結構何回かガサ入れやって嫌がらせはしてましたけれどもね、できないならできない理由をちゃんと説明してほしいんだよね。ソ連解体できません、こういう理由で、それが納得できる理由だったらなるほどって思うし、納得できなかったら、それ違うでしょ言えんだからね。なんで日本人をですね、1000人も誘拐した確証がある組織を野放しにしてんのかな。これは朝鮮学校の校長が拉致に関わったとして指名手配されてますから、ソ連も関わってますよ。つうか主犯じゃね、主犯じゃね。なんでそういう確証がある組織を放置してんのか、存続を許してんのか、これも理不尽ですよね。まあ、知れば知るほど理不尽だらけなんですけれども、当家に突っ込んで焼かれるがであるとか、石があれば潜り込みたくなるダンゴムシとかゲジゲジとか、虫の死体に群がるアリとかですね、何も考えずに右往左往と行動するのが昆虫類なんですけど、岸田総理はですね、まあ嫌なことから逃げ、面倒事から逃げ、何も考えず先送りして検討するとか
対応するとかでごまかして、まあ昆虫みてえだな、自分の頭で考えてるとは思えねえな、人間っぽくねえなと最近、思えてきました。そう思ってみるとですね、顔もバッタみたいに見えてくから不思議ですよね。岸田総理の顔バッタみてえだな。総理って自衛隊の総司令官なんですけど、バッタがそれだなんてゾッとしすぎますね、なんかね。高市政調会長、ロシアは信用できないと改めて胸に刻んだ。プーチン政権はもう交渉相手ではない。今や領土問題を解決し平和条約を結ぶ方針は変わったと、発言しておりました。まあ領土問題を交渉で解決は無理、プーチン政権ではもっと無理、平和条約を結ぶっちゅうのも無理である、というようなことを断言ですね。岸田みたく検討せずに断言して、高橋さんの方がよっぽど男前ですよね。男前、昆虫と人類の比べるようなもんで、まあ無駄なんですけど、ネットの反応です。よく言った、信用できないのは元からです。今後はとことん塩対応で、そこはきちんと自民党の総意としてですね、誰が見ても信用できないもんな。交渉しないなら使うのは武力だな。そうだ、武力で取り戻すしかない。橋本はロシアとも中国ともつるんでまして、武力で取り返すしかねえよねって発言した丸山穂高議員をですね、維新から恩出してましたけれども、1991年ソ連崩壊、ロシア政府誕生ですけど、ソ連時代の領土と条約はそのまま引き継ぐって宣言いたしまして、つまり日ソ不可侵条約を破って北方領土を盗んだ汚名も引き継ぐと、ロシアがね。ロシアは建国のその日から条約破りの泥棒国家と確定ですね。そんな敵国とですね、普通に貿易してんのがそもそもおかしいんですわ。これ理不尽ですわ。始めた総理は一体誰なんだ、なんぼ金もらったんだ、知りたいとこですけどね。昆虫岸田政権で古き悪しき昭和の自民党に戻っちゃいましたね。50年ぐらい戻ったような気するんですけどね。世界にも例のない外国人生活保護やら、留学生にばっか金注ぐのやら、外国人が何回でも通名変えられる制度やら、そういうのね、決めたのは、黙認してんのは昭和の自民党だしね、何も分かってない岸田みたいな昭和の自民党議員をですね、世代交代して早く駆逐してくんないか、自民党は。高橋さんみたいな人がいるから自民党自体はダメだとは言いませんけれども、まあほがもとダメですからね。昆虫岸田64歳、高市さん61歳、分かってる分かってないって年齢じゃないなーって思いますね。安倍総理、元総理は64歳ですけど分かってましたもんね。保守速報とかも見てたしね。岸田は何も分かってないし、昆虫だし、顔はバッタだし、まあろくなもんじゃないな。日本政府、ロシアとの経済協力を当面見合わせると発表しておりました。ネットの反応です。永久に見合わせじゃねえのかよ。見合わせも何も向こうが踏みにじったんだよ。当面じゃなくて未来永劫なくすべき。ロシアは不可侵条約を破った当時から何も変わっていない。トヨタの工場を接収しようとしている敵国だぞ。これは戦争行為みたいですね、みたいですね。1941年8月にアメリカがですね、アメリカ国内にある日本政府の資産、その頃は大日本帝国ね、の資産と日本人の個人資産を凍結没収いたしまして、これはね、当時も今も戦争行為であると。で8月にそれやって、12月に真珠湾攻撃で
大東亜戦争開戦ということですから、先に手出したのアメリカですかね。ロシアはいなくなった撤収したトヨタの工場を没収しようとしてますね、今ね。まあ、宣戦布告も同然なんじゃないか。一日も早く岸田を変えないとな。当面中止する。数十年中止かな。ウクライナ侵略なくてもですね、条約破りの領土泥棒なんだから、経済協力なんてそもそもおかしいんだわ。ロシア政府が崩壊してですね、ロシアの遺産は放棄する。ロシアの領土やロシアが結んだ条約は放棄するって言って、全く新しい国になれない限りですね、国交断絶が正しいんですけどね。なんで普通にお付き合いしてんのか、謎。これがですね、建国理念が反日であるっていう韓国も同じで、なんで普通にお付き合いしてんのか、なんで普通に貿易してんだか、なんでビザなしで入国させてんのか、全くの理不尽。おかしい。誰が説明しろ、いう感じですけどね。副財務大臣でありながら、財務省直属の日本政策銀行に物申して、融資を引き出した貸金業違反で、昨日3月11日ですね、公明党の衆議院議員で、遠山清彦元副財務大臣に懲役2年、罰金100万円が求刑されたそうであります。遠山、政治不信を招いて左遷って謝ってたみたいですけども、朝晩欠かさずですね、日蓮様を拝んでも心は清くならずに、正しくならずに、くどくも全く詰めなかったみたいですね。公明党の副財務大臣が、貸金業違反つよりですね、副大臣っていうですね、権力を利用した職権乱用であるとか、横領は言い過ぎか、に近い気がすんのは私だけでしょうか。公明党が立候補している地域は、野党勢力がこれを言い立てて、参院選に影響しそうだ。なんていうのは、朝日新聞が書くようなロジックなんですけど、まあ言い立ててほしい、影響してほしいというようなことを朝日新聞はこんなこと書くんですけどね。影響がありそうだとか、物議が醸しそうだとかね。それは物議が醸されてほしいっていう朝日新聞の願望なんですけども、まあまあ公明党が立候補している選挙区は影響があって落ちるといいな、なんて私も思います。今日のプーチン、制裁なんか痛くねえし、ソ連は西側と付き合いなくても成功してたし、なんて言っちゃってですね、成功してたならなんで崩壊したのよって即ツッコミが入っておりました。誰かね、このおじいちゃんに現実を教えてやってくんねえかな。1991年ソ連崩壊した時からなんか思考が止まってるみたいですから、その時からね。おじいちゃん、現実が見えていないおじいちゃんが独裁者、まあロシアの何の罪もない人民はかわいそうだとは思いますけれども、まあまあ日本としてはこういうおじいちゃんとは付き合わないようにしないとね。だいぶ認知症が進んでるみたいですから、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。